佐々木県人は日本のゲームクリエイター。宮城県仙台市出身。株式会社ビットスターの代表取締役社長。業務用ゲームやアーケードゲームの開発に多く携わる。理事レーサーでは世界観構築とビジュアルを担当し、セガラリーシリーズやスターウォーズアーケードシリーズではゲームデザインを含むディレクションとビジュアル全般を兼任している。トランスやテクノ、 ユーロビート等のダンスミュージックを好むため、関係作品の BGM には該当ジャンルの楽曲が採用されていることが多い。セガツーリングカーチャンピオンシップでは、車とユーロビートを結びつけ、以後のレースや車を扱う映像作品やレースゲームに多大な影響を与えた。専門学校職員、家電メーカーなどを経て、CG 映像制作会社のスタッフとなる。 1989年頃から1990年代初頭にかけてのバブル期 CG 映像制作会社から派遣されていた体制建設で東京都庁やアクアラインなどの巨大プロジェクトの CG シミュレーションや NHK の特集番組向けなどの映像制作業務に携わる。1990年から1992年にかけ株式会社、 セガエンタープライゼスの体感シミュレーション AS-1 用の映像を制作。1992年、ナムコに入社。当時最先端の技術であった、リアルタイム 3DCG を用いたビデオゲームの開発に携わる。リジレーサーでは、ビジュアル全般とリアルタイム CG 映像制作の技術サポートを担当。リアルさとゲームらしさが調和した独特な世界観を構築した。 1994年、セガエンタープライゼスに入社。セガラリーチャンピオンシップのゲームデザインとディレクションを担当。セガラリーを皮切りに、業務用ゲームのデザイン、ディレクションを中心に従事。2000年、セガ組織改編に伴い、佐々木が部長を務めていた第5ソフトウェア、研究開発部が、同社の開発誌会社セガロッソとして分割され、 代表取締役社長に就任。2003年、セガの開発主会社が再編され、セガロッソは、ヒットメーカーに吸収合併された。2004年、他の開発主会社である、セガワウ、セガ AM に、アミューズメントビジョン、スマイルビット、ソニックチーム、デジタルレックスとともに、再びセガに統合。セガの常席参事に就任。2005年、セガを退職。 2006年、CG デザイナーの庄司久美子と共に株式、会社ビットスターを設立、代表取締役社長に就任。2009年、幕張メッセで開催された青アミューズメントエキスポで、深夜ライン社との共同制作タイトル、アクアレースエクストリームを発表。ありがとうございます。